はい、こんにちは。まーちゃんのまーひろです。今日はこちらですね。うん。ベイブレードバーストのあーちゃんひろぶれ。30ET です。はい、こちらですね。2018年6月23日、昨日だね。うん、発売されたベイでございますね。はい。早速開けて対決していきましょう。うん、よいしょ。はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがアーチャーヘラクレス13エターナルですね、うん、アーチャーヘラクレス今回面白いね、うん、こう回転するとこの両側の弓が開くんだね、うんうん、これ面白いね、すごいね、うん、そして13はまあ今まであったけど今回このエターナル初登場ですね、うん、尖った軸先でスタジアムとの摩擦を極限まで減らしつつ滑りやすい POM の素材のガードパーツでバトル後半も粘り続けるスタミナ系ドライバーらしいです。ね、これもちゃんと回るもんね、うん、はい、じゃあセットしてみましょう。えい、お、ちょっと柔らかめかな、僕はちょっと柔らかめかな。あ、そうだね、まあ、でもそんなに柔らかすぎるってわけでもないよね、うんうん、この部分がさ、平らになってんのね。あ、平らなんだ。全部さ、肉埋まってるからさ、うん、なんか重い感じがするよね。確かにね。はい、じゃあ早速シュートしてみましょう。はい、レシーブお願いします。はい、よっしゃ。おー、おー、あ、すごい重そう、うん、ちなみに今回これはスタミナ系かな、うん、スタミナタイプだね。はい、じゃあ早速対決していきましょう。まず私が使うのはこちらウィニングバルゼロハンターですね。はい、僕はアーチャーヘラクレス13エターナルでいきます。はい、3、2、1、おっしゃ、いけ。パパは結構アタック寄りです。さあさあさあ、オッケー、粉砕しよう、粉砕。あ、やばいな、スタミナ系、スタミナ勝負持ち込まれちゃった。あー、オーチ、3、2、1、おっしゃ、どれ、オッケー、押し、押し、ナイスナイス、いいよ、今の攻撃が良かったよ。でもスタミナ勝負に持ち込むぞもう一回、もう一回、あー、あー、じゃあ、バッと、3、2、1、おっしゃ、押し、押し、うーん、どう、押し、押し、スタミナだね、当たんなかった。あ、重いんだよね、見た目も重いし。あー、はい、続いて私はこれでいきます。ジェットアーキです12アルティメットリブートです。お、3、2、1、オッケー、最初にいきなり当たったね。あー、こっからアルティメットリブートは終わってたの。終わってた。あ、3、2、1、押して、よし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 、 OK。 あー、追い出せなかった。だがスタミナ、うん、おい、頑張れよ。はいはいはい、マックス強いね。3、2、1、押して、よし、よし、あー、危ねえな、なんか危ねえな。あれ、本当にスタミナだよね、うん、なんかすごいんだけど、ディフェンス並みのこの防御力、はい、強え。じゃあ続いて私はナイトメアロングミスデストロイでいきます。はい、3、2、1、左回転ならどうだっていうやつですよ。はい、当たらない。お、当たった。よし、よし、よし、そうだ、これ低速でバーストする可能性がどうだっていうのはデストロイ、デストロイ、そうなんですよ。いけ、スタミナ。あ、強いね、やっぱり。あ、でも、今回勝機あるかな。いけ、いけたら、よし、よし、3、2、1、おっしゃ、いけ、あられ、当たりな、当たりな、とどまって、惜しかったな。あー、惜しいんだよ当たらない、今だよはい、真ん中にとどまってしまいましたよ。もうすでに向こうへ、これはちょっと難しいな、難しいな。いけ、スタミナ。ていうか、アーチャーヘラクレスが強い、すごいんだけど、いけ、最後の粘りがね、シュー、これこれこれ、3、2、1、おっしゃ、斜めで打った、斜めで打った、よし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 、わー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 、さあどうだこの攻撃、わー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 、でもスタミナがある、こっちにはスタミナがあるんだ。いや、結構ダメージを与えたからバースト焦るぞ。いけ、ヘラクレス、バースト、バースト戦か、ロギンスを倒すんだ、よっしゃ。じゃあ私はスプリガンレクイエムセブンマージ左回転でいきます。はい、3、2、1、オッケー、い
左回転だよ。吸収するよ今度は。吸収してもスタミナ勝負に持ち込まれるんであれば吸収します。吸収ね。攻撃あらは諦めた生き残る。でもこっちも生き残る。こっちは得意のスタミナの戦法があるんだ。さあ意外と両者譲らずな感じ。いけヘラクレス。同じような動き。粘れ。さあよしよし C2-1。 さあ全勝止められるかな。また同じだよね。いやちょっとどうやったら勝てるんだろうっていう具合になってきたね、うん、強いなこれ。アーチャーヘルクレス。ただいまスタミナとかも減少中だよね。大会これでいけんじゃない。多分それだ。でもある程度改造しないとダメかな、うん、強いよね。よし最後の粘りでいけヘラクレス頑張れ。よし C2-1。 おっしゃたとえ吸収してもこのスタミナにはかないませんか。いい感じだね。もうのスタミナには、強いな。アーチャーヘラクレス、ちょっとエターナルのドライバーも変えたくないね。中のディスクだけを持ちと重いのに変えると、はい、さらに強くなるかもね。この表現にダノペインも勝てん。はい、ということで今回はウェブレードバーストのアーチャーヘラクレス 13ET でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとかよし気に入ったなと思った方ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画は一番とこに出てますのでぜひチェックしてみてください。それとチャンネル登録はこの辺りからよろしくね。ということでアーチャーヘラクレスめっちゃ強いねこれ、うん、今回の動画では全勝でしたね。全勝素晴らしい、うん、このレイヤーとドライバー素晴らしいね。組み合わせすごいね。これぜひ大会などでも使っていけたらいいなと思いますね、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。